画用紙を折って作るタイプのアジサイの葉っぱ、型紙で超簡単に作ることができます。まず八つ切りの画用紙を小さく8つに切ってください。これが1枚分の大きさです。それをコピー用紙に写しております。これを半分に折って葉っぱの型紙を描いていきます。真ん中に点線を引いたら葉っぱの半分の形を描いて縁に沿ってギザギザを描きます。ギザギザがよく見えるように太くなぞっておきましょう。葉の筋を描くときには少し斜めにして平行に同じ幅で線を描いていきます。この型紙を葉の枚数だけコピーします。型紙と先ほどの画用紙を半分に折ってぴったりと重ねたらホッチキスで空いているところを留めます。こうして切っていけばずれることがありません。型紙はつけたままこの線のところでジグザグに折っていきます。これで葉っぱの出来上がりです。型紙はコメントの URL からダウンロードすることができます。これも同じようにして作ります。落ち葉用に作っているので虫食いがありますが、そこは切らなくて構いません。これで先ほどと同じようにできました。アジサイの花と組み合わせて貼りましょう。